どうも、はじめまして、千葉です。今回は星野源さんの企画について分かりづらい点もあったので、動画の方で紹介させていただきます。今回作っていただきたいのは、今流れているようなアニメーションになります。このアニメーションはパラパラ漫画のように作られていて、一枚一枚違う絵を重ねり合わせることによって作られているものです。こちらが下地となる絵です。この下地は一枚一枚番号で管理しているので、企画に参加したい人がいましたら僕の方にご連絡ください。質問で多かったのは、どういうような絵を描いたらいいのかっていうものなんですが、見本で紹介させていただきたいと思います。まず1枚目、こちら。ででん、めちゃくちゃ遊び心満載じゃないですか。こちら新潟大学の学生が作ってくれたんですが、アイディアにあふれて、もうポップな感じが出ててすごく面白いと思うんですよね。でもこういうの描けないよっていう人もいると思うんで、また別の例もお見せしたいと思います。じゃあ次の例どうぞ。企画書の方にも貼ってあったりはしたんですけど、こういうようなものをでもよくて、これ色鉛筆で描いてるんですけど、ちなみにこれ新潟大学前にあるラオカントンっていうお店なんですけど、まあ新大生にとってはソウルフード。ご家族とだったり、彼女とだったり、彼氏とだったり、お家で今どうやって遊べばいいのか皆さん考えてる時期だと思いますので、その一つお手伝いできればと思って、この今回の企画を発案させていただきました。今回の企画なんですが、僕は、東日本大震災の時に16歳で、その時に何もできなかったなっていう、まあボランティアしようと思っても俺一人がボランティアしてどうにかなるのかみたいなことをずっと考えてて、結局やらないことを正当化したっていう、まあそういう16歳を過ごしてしまったんですよ。またコロナと東日本大震災は違かったりするんですけど、何もしない自分は嫌だなって思って今回の企画を立ち上げました。ぜひ皆さん参加してください。それでは頑張りましょう新潟。またみんな無事にお会いしましょう。どうもありがとうございました。